皆さん、どうもどうも、よろしく頼む、ドラゴン TK です。では、本日は、ライフラーグレースの終わりのライティング、その秘密の鍵をやっていきましょう。気に入ってもらえたか？寝るところどこだ？あった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 。よーし。寝るー。あっ言ってる場合か。いやー、強かった、マジで。どこか行くのか？あそこね、もう一回行くね。オッケーオッケー。遠くの方の空は濁ってる。いやー、マジで強すぎた。特別みたいね。なんだったんだ、さっきのあれ。欧州。やば。HP おーっていうのになってた、ほんま。あん？どこにいる今、あれ。あ、よし。こっちから戻っていくの。いやー、さっきのあの、フィルフさ、やば。何あの、強さ。びっくりしたんだけど。びっくりしたんだけど、っていうね。あれあれって言われて。あれどこに行くの？いや、ほんとあれって言われて。ああ、違う、間違えてるわ。うん。ふふふふ。亡連族の暮らしも、本格的に調べてみたいんだけど。こっちですかね。気になるな。合ってるかな？協力してやらんこともないぞ。また里の者たちに自分の仕事をしろと怒られるぞ。あそこね。よし、どうよ。フィルフサが少なくなってます。これなら巣の奥に進むことができるね。つってもフィルフサが完全にいなくなったわけじゃねえし、気をつけて進もうぜ。おう、調べる。お、どこだった？あー、中ね。 あった。本当にあったぞ。間違いない。神代の民の集落跡だ。集落跡？まさかこんなところにあったと。狂気の源泉を探そう。もし本当にあるなら探し出して止めなくちゃ。おう、あれ上かよ。上かよってなったよ。ちょっと待ってよ。聞いてなさすぎるんよ、ほんま。あー、ちょっと待っ。ちょっと待ってなるやつ、ほんま。そこ、ん？違うのかい？違うのかい？え？ちょっと待てよ、それほんまよ。あ、登れた、よかった。やるつもりねえよ、今ほんま。びっくりした、ほんま。登られねえ、なんでって。ほんまびっくりした、ほんま。いろんな意味で。ここにいると思い出すな。いろいろと。世の中には二つある。さっさと忘れていいことと。忘れてはならないこと。胸に刻み込んでおくのは悪いこと。いや、上にもいるんかい。オランウータンめ。オランウータンでもないけど。おーい、無理。無理ってやろ、うん、だいぶ無理ってやろ。オッケー。よし、オッケー。あれ？何もできなかった。あれ、なんで？よし、終わり。まだいるんかい。オッケー。
どうよ。あの、今なら終わり。はい、中心が空いてる。よし。勝ちましたね、皆さん。なんだ、歯ごたえないな。あい、怖い。いや、やめてってなるほんま。え、まだあの上ね。この上かな、これは。うん。え？また、まだ王子いるの？多すぎん？ほんま。いや、びっくりなんだが。あった。ジロさんの勘大正解。まさか、本当にこんな近くの未来が。だったか、あからよ。悔しそう。目の前のこいつにぶつけてやれ。二階の住民であるお前にはその権利がある。言われずともそのつもりじゃ。わらわを怒らせたことを後悔するがいい。またどんどんゴーいすぎー、ほんま。びっくり、びっくりするぐらいすぎーやな。またかよってなったよ。お目がかかなくてね。わかりました、スライダーさん。届いて。いや、ほんと言い過ぎじゃね。あげるよ。ただの扇と思わないでくださいね。ただの蹴りではないぞ。これで、皆さん。なんか見せた。クラウディアにしていく。私に任せて。仕留めます。もう一度待て。見えてるよ。はい、風が一緒なら決めますよ。どう、風に乗れば行きます。もう一度お願い。うん、クラウディア、これも任せてください。これで引き払う。オッケー、ナイス。始めるよ。エリキシル剤使ってからね。これに決めた。発動。わかりました、クラウディアさん。ナイス、お願いです。クラウディア。オッケー、ナイス。そりゃあ。殺せる。行きます。あげるよ。どう。抜くよ。せっかく攻撃。殺せる。うん。オッケー。今のタマメが作れるかも。パトリツヤに変える。よいしょ。つくま。急走狙って。切る。嘘。何もできなかった。痛い。よいしょ。ライザさん、よろしくお願いします。ライザさん、この感じよろしいですか。まだまだ。止めてくれよ。なんで。なんで。止めて。攻撃。止めて。次の。オッケー。ほんとびっくりなんだが。いやー、またかい。おい、気をつけろ。届いて。なんかやばい雰囲気だぞ。うん、いっけー。ありがとうございます、ライザさん。お、ナイス。いいね。クラウディア、お願い。私に任せて。この位置で行きます。ここなら通る。どう。うん。よし、おっと。だい。こんにゃろ。だいもん。マジかい。えぐい。
よいしょ、ナイス。マジか。えぐいえぐいよ。えぐいえぐいよ。マジか。あ、変えた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 。よいよいぞ。あ、うい。こんわ。首の皮一枚で繋がっている模様。いやー強い強いほんま。へい。よいしょー、またかよ。よし、ちょっとやってる前か。あ、はよ、はよ、はよ。焦るー。すげえ焦るーってなる。行くぞ。コアクリスタルが溶けたよ。集中攻撃で行くぞ。ミラの動きは抜けて気持ちいいな。あかんな。無駄な動きが待ってない。おっと、あ、生きてるわ。ナイス。ならパトリツィアに変えていくよね。オッケー。オッケー。よいしょー。オッケー。怖いわほんま。どう？危ない。いやまたかい。いやまたかいってだろう。いや全然やばいな。ああ、ふぅ。あ、じゃあ、エリキシル剤ね、やっておきます。ありがとう、ライザー。うん。頼めるか。フェデリック、頼める？今なら。任せろ、フェデリック。終わって、終わらせる。どう？あれ？おい！おい！またか。全員警戒しろ。ただの蹴りではないぞ。よいしょ。これを使うべき時ですね。うん。コアクリスタル、力を貸して。使えそうなものが。ブラジグ。行くぞ。よし、オッケー。コアクリスタル発動だ。お任せください、イラさん。うん。使えそうなものが。待って、私の全力だよ、ナイザー。お願い。遅い。お願いします。これなら、ナイザーさん。お願いしてもよろしいですか。あ、終わってた。よいしょ。そりゃー。オッケー。まだまだ。もうちょいで終わりそう。お願いしてもよろしいですか。そう。これで、よいしょ。続きまでおしまい。いや、またかよ。やばいやばいやばい、これは。全員やばいよ。これしろよって話や。これ怖い。誰か誰かってなるほんま。
エリキシル剤を使い、いや違う、ネクタルを使い、でエリキシル剤を使い、OK です。発動。やられた分お返し助かりました、クラウディアさん。オッケー。終わった終わった、よーし、なんとか。よし、こいつでとどめだ。強かった。そいつはもう動いてない。今動いてるのはそいつに取り付いてる機械、狂気の源泉の方だよ。それでもさ、様子はないな。どうやら今回は機械自体を傷つけずに済んだようだ。ほう、そうなんや。でも狂気の源泉を止めるのが目的なんだろ。なら壊した方がいいんじゃないのか。これが最後の一台ならね。けど狂気の源泉は異界のあちこちにあるみたいだし、それなら狂気の源泉を無事なまま確保して構造を調べた方がいいと思うの。法律的な停止のさせ方とかわかるかもしれないしね。なるほど。しかし調べるためにはまずこの場所の安全を確保することが先だな。では集落で頼りになりそうな者たちを厳選し、この場所の安全を確保するよう命じておこう。一度帰ってしばらく経ってからまた来よう。その頃にはここも安全になっておるはずじゃ。おお、いや、ちょっと待って、ちょっと待ってってなろう、お前。考えただけでも怖い話だよ。やばすぎ、ほんま。どこ行くんだ。いろいろとやばすぎ、ほんま。よし、戻ろうか。いい時間になってきたね。門をくぐった先が異世界なんで、一日置いて。総波士族の集落に向かうと。ああ、なるほど。ああ、キッズってね。いや、ほんまキッズってなるやつは、これ。あっ、言ってる場合か。休憩は終わりだ。出るぞ。いや、キッズほんま。いろんな意味できついわ。おっと？ライザ、あの森にあった大集落のことじゃが、ようやく安全の確保に成功したようじゃぞ。ほう。あ、意外と早かったな。さすがは厳選された者たちなだけある。白河氏族に褒められたと知れば奴らも喜ぶじゃろうって。喜ぶか。そっか、早速行って調べよう。はぁ、あ、マジでまた行く、また行く、また行くのってね。もう、おらんやろ、さすがに。なあ、フラグになるんだな。ならんことを祈る、ならんことを祈る、ほんま。すげえ不思議。次、本も欧州。楽しければ何でもいいさ。欧州ギーってなる。言い方、言い方や、ね。たまにな、言いたいなるよな。たまにな、うん。たまにな、うん。たまにやから許して。うん。そういう感じよな。うん。うん？ここどこ？私は誰？的な感じ。否めない。どこ？どっから行けましたっけ？異界呼びに何も感じなくなってきたな。リラさん、カラさんにとっては、本来私たちの世界こそ異界ですもんね。ややこしい。ややこしやいや、こっちか、合ってんのか、これは。合ってて、合ってると言って、ライザさん。上？あ、合ってるわ。なるほど。さっきのいや、宝箱は、もらえるものはもらっておけ。武器の法要かな？宝箱逃しすぎてて草。ほんと草。焦げ草生えるわ。多分。で、多分何回かね。で、まだ上と。
やば。長周期、長周期やな。もうその計、そのか、それ言うのもうやめてっていう話よね。この場の安全を確保した。安心して捜索するといい。するする。ここですよね。いやー、きつかった。ふむ。キロの言う通り、確かにどこからか恐ろしく巨大な力が流れ込んできておるな。カラさんもわかるの？霊騎士族の足元にも及びはせぬが、これだけ近づけば、力の色や流れくらいは見える。オーレン族は、そういった目に見えない力を感じ取れる敏感さを持っているからな。じゃあ、リラさんも？まあな。だが、この膨大な力がどこから送られてきているのか、そこまではわからない。ここの狂気の源泉も、どこかから動力が送られてきているんだ。それなら、あそこの心臓じゃね？やっぱり。あった！あったよ！思った通り、動力を受け止めている装置が。ここで受け止めた動力を、狂気の源泉全体に流すことで動いているみたいだ。ん？受け止めた動力が全体に流れる？うん。小さな機械がたくさん集まってできていて、動力を行き渡らせて、全部を動かしてるみたいだよ。だとすると、もしかしたら、どうにかなるかも。なんやと？なんやじゃないか。うん、たくさんある機械を止める、別の力を流す道具を作ろうと思って。その機械が動かなかったら、行き場を失った大量の動力で自壊するはずだよ。良い考えではあるが、問題は装置を停止させるための動力をどう確保するかということだな。ふむ。その力というものがよくわからないのだが、それは魔力のようなものと思って良いのか？まあ、ある意味では魔力も動力ではあるが。ならば竜の祠に行ってみるがよい。凄まじい魔力を秘めし、竜の骨が埋葬してある場所じゃ。それを使えば、狂気の源泉を止める道具を作れるのではないか？竜の骨？うん。強い魔力を持ってるなら、どうにかなるかも。竜の祠、それはどこにあるんだ？竜の山と呼ばれる場所じゃ。まあ今ではフィルフサの巣窟となっておるがな。うん、簡単に手に入りはしなさそうね。でも少しでも可能性があるなら行ってみるまでだよ。私の考えが正しければ狂気の源泉を止められるはずなんだけど。とにかく竜の山に行ってみよう。行ってみよう。何が入ってるかな、うん、使い道があるといいな。宿地サボって。どこへ向かうのじゃ。